佐久間盛重は、戦国時代の武将、大学丞、大学助、織田氏の家臣、五木所城主。はじめ、織田信長の弟、信行付の家老で、天文20年の信秀の葬儀では、信行に愚侮している。弘治2年、信長と信行の兄弟が対立した際、盛重は、信行付きの家老という立場であったが、織田家臣の多くが信行方に走る中、同族の佐久間信盛らと共に信長方に味方した。信長が信行方の柴田勝家や林秀貞と合戦を行った際は、名塚砦を堅持した。その際、信行方の橋本十三を討ち取った。永禄3年の桶狭間の戦いでは、その前哨戦において、丸根砦を守備し、近隣の鷲津砦と連携して、今川方の尾張侵攻の拠点である大高城を牽制する任を担ったが、大高城救援のため出陣した今川方の武将の松平元康勢の攻撃により丸根砦は陥落、盛重は戦死した。三河物語では、だ漏らされて落ちて凍ったとしているが、いずれにせよその後の記録はない。盛重の子、盛昭は姓を、佐久間から奥山へ変え、庭長秀、豊臣秀吉に仕えた。娘は、新城直頼、佐久間盛政に嫁いだという。ありがとうございます。